野崎チャンネル。プロスピエース。マイアミどっちからプロスピエース。はい。今日はですね、ちょっとあの迷いに迷ったんですけど、やることを決めます。2009年日本代表セレクションね、サムライガチャセレクションですね。前回、青木2枚、安倍晋之助2枚、そして岩田を1枚、計5枚引いたんだけども、まあ、あの選択契約書で岩田を2枚、そしてコーチを使って岩田を育てようと思います。でなってくると、まあ、青木は継承できるんだけども、晋之助は継承できなくて、まあ、S1 万だけど、その限界突破コーチちょっと4つ使うのはあれだなっていうね、里崎さんが補欠になっちゃうからね、城島もいるしねっていうところで、今一番欲しい人がいるのよ。俺西武が松井稼頭央さんの4000で西武を変えたいのよ。でも西武がいないのよ。そこでよ、中地をもうこれで取ろうとってなった時に、あと1枚 S が出ればミキサーにかけれるわけだから、ミキサーが侍ジャパは5人でセレクトミキサーだから、あと1人だ、誰でも引けばもう全部ミキサーにして中地を手に入れようということで、もう新之助と青木ごめんなさいっていうねところでやります、ガチャ今回。それで誰かね1人を当てようっていうね。だからもしここでもし中地が来たらやばいね。5回できる、5回のうちに1人当てようね。さあということでね、皆さん行きますよ、レッツゴー。1回目できたら最高、カモン。1回目でうわー、来た来た、1回目で来た、やばくない？これ動画の尺考えてよ、やばくない？1回目で来たし、来い、イチローさん、いやー来ました、終わりです。さあということで、あれではね終われませんよ、動画の尺もないんですから。でもまさか2009年日本代表侍ね、セレクションガチャ、あと1人 S 欲しいって言って一発で当てると思わないじゃん、尺作れると思うじゃん、しかもイチローさんを当てるっていうこの難題、ちょっと一晩ね寝て考えた、どうしようかな、イチローさん育てるからもう一回型しようかな。でも今回の2023年バージョンの侍ガチャももうすぐ来るし、そんなバンバンガチャで金使えないしって考えた結果、イチローさんもあのもうミキさんにかけます。もう残念ですけども、かけたくないよ、かけたくないけどももうかけますね。こちら、セレクトミキさんにね、でこの青木と、新之助も育ててたんだけどね、育ててたけどもかけます、この5代イチローさんも、もう残念ですけどもね、これで、中地いきます、いきます、間違いありませんね、これでいきましょうね、これでもう中地を取って、やっぱセーブアップがね欲しいっていうところで、これをねもう確定でセレクトすれば間違いなく取れるっていうねところと、あとはまあ育成問題、極みにできるかどうか問題、他の選手のポジションの兼ね合わせ考えても、イチローさんもね中地しました、一晩考えました。そしてこれいきましょうね、ファイナルミキサーね、5回できるね、こう同一ポジション、これねライトが欲しいのよ、ライトだから、このねライトで行きたいわけってなった時に、もう行くのはね、あ、マーティン行こうか、マーティンもうね排出停止だけね、万波行こうかと思ったけど、万波これからすごくなる可能性あるからね、よしマーティン行こう。欲しいのはねギータで岡林 の、 あの限界突破用、もしくは、杉本欲しいね、マーティン行こう OK さあ
ナナのチャンス。さあ誰か、ギータ最高、ギータ杉本岡林カモン。佐藤テル、この前普通のミキサーできた佐藤テル。よし、もう一回行こう、同一ポジション真ん中行こう。惜しいけども、惜しいけどもここは行こう、真ん中ね。ギータね、ギータ杉本岡林、レッツゴー、カモンカモン。杉本 OK、 いいじゃない、これはいいんじゃない、これは当たりじゃない。さあ続いてね、やっぱね、ロドリゲス岡林がちょっとどうしても欲しいということで、これね、大島、これね、これしかも特マックスで、あの特度もついてるの、これなんかあの交換会でもらったの。だからこれをね、もう中日に出して、あのライデル・マルティネスでもいいんだけどね、ここで誰が出てくるのかね、これはもうね勝負だね、これいこう、結構ね、これいい選手決定ね、これで同一チームカモン、誰が出るか。さあよろしくよ、よろしくお願いしますよ。岡林ロドリゲスだったらもう大当たり、お願いします。カモンカモン、木下、まあいいか、キャッチャー、まあ木下でもまあ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 いいでしょうね。でもう一回いっちゃう、この大島使っちゃう、この大島のエース欲しいもんね、これ使っちゃうね。中日誰が来るのか、もう思い切ってね、カモン、いっちゃえね。さあロドリゲス・マルティネス・岡林カモンカモン、ノーノー